三室ロ駅は京都府宇治市と同電中にある京阪電気鉄道宇治線の駅。駅番号は k 1 76。現在は島式ホーム一面だが1917年の開業当時は相対ホームの駅だった。翌1918年に営業休止、1922年までに営業再開するが1943年に一旦廃止。 戦後の1947年に再開業している。昭和40年頃撮影の写真では、第4種踏切道を挟んで、踏切手前に千鳥配置のホームだった、現在の駅舎は1969年に建設され、竣工に合わせて、相対ホームだった駅は、島式ホーム一面の現在の形となった。1965年に、宇治高等学校が開校。 宇治高校が立命館宇治高等学校となり、2002年に同校が移転するまで通学する学生に利用された。平行式に合わせて1万軽電車によるラッピングトレインも運行された。1999年6月の休日には、三室と寺がアジサイの名所であることから宇治快速が停車した。プラットホーム踏切で挟まれた駅舎島式一面二線のホームを持つ。 地上駅である。駅舎や出入り口はすべて上下線の間にあり、改札口はホームう寄りに一箇所ある。ホームの中ほどに待合室があり、中所島寄りにトイレがある。早朝深夜を除き駅員が駐在している。出入り口からは上り線、下り線のみにかかっている踏切で行動とつながっており、上下線のどちらか一方に列車が入る場合でも、他方は、 通行可能になっている。宇治駅までの所要時分は1分。当駅を出るとすぐに宇治駅の駅舎とホームが見える。案内サインは上記の通りであるが、上り列車は中書島駅までの運転のため、淀谷橋、中野島線方面と出町柳方面は中書島駅で乗り換える必要がある。なお、両、ホームとも有効長は5両。 ありがとうございます。